楽天イーグルスは今江俊明監督の後任に三木はじめ2軍監督が就任することを発表しました。三木監督は2019年楽天の2軍監督に就任。翌年の2020年には1軍監督を務めましたがリーグ4位に終わり1年で交代しています。その後は2軍監督に戻り若手育成に力を注いできました。1軍で指揮を取るのは5年ぶりとなります。森井球団社長は1軍2軍合わせて6年間指揮を取ってきた経験がありチーム全体を把握している。強くしていくために適した人材と起用の理由を述べています。今江前監督は球団を通じ全身全霊、信念を持ってブレずにやったので悔いはありませんとコメントしています。また2軍監督を渡辺直と1軍ヘッドコーチが務めることも発表されています。交流戦、ね、優勝してくれたから、まあ、そういった意味ではちょっと残念かなと思いますけどね。あと1年見てほしかったなっていう感じですね、はい、やめたんだってやっぱり。そうか、誰なんですか。三木監督だってだから三木監督、うん、2軍の今監督やってる方 ね、確かね、もう少し前監督にね、うん、やってもらいたかったね、うん。三木さんに期待することとかあります？期待することはやっぱり優勝することだね、うん、2軍でね、随分いい指導はなさってると思うんですけど2020年でしたかね、一応やられて4位で終わってるし、まあ長期的にどうなのかなと。個人的には今井さんにそのまま続けてもらいたかったけどね、まあただ選手は一生懸命やってるんでね、来シーズンは A クラス入ってほしいかなと思います。